福音記者マルコは、新約聖書のマルコによる福音書の著者とされる人物。ギリシア語ではマルコス、マルクとも表記する。マルコスというのは、ギリシア名としては一般的なものであり、また、同社の中には、筆者の名は直接には記されていないが、伝承は、使徒行伝からパウロの書簡に、たびたび現れるマルコなる人物を同一人物と考え、福音記者とみなしてきた。 聖人の概念を持つすべての教派で聖人として数形されている。カトリック教会、聖教会での記念日は4月25日、福音記者マルコ・カルロウルビーノによるフレスコがエルサレムの住人であったマルコの名前が初めて現れるのは首都行伝であり、天使によって牢獄から解放されたペトロがマルコと呼ばれるヨハネの家に行ったという記述である。ヨハネは パウロの最初の選挙旅行にバルナバと同行したが、パンフィリア州から一人エルサレムへ帰ってしまった。そのため、第2回選挙旅行ではパウロが、マルコの同行を拒否してバルナバと別行動を取ることになる。マルコは、結局バルナバと共に、キプロス島へ向かった。これは、西暦、月50年頃のことと推定される。首都行伝ではマルコについての記述はここで終わっている。一方、 フィレモンへの手紙では協力者の一人としてパウロはマルコの名前を挙げている。極中書簡であるフィレモンの成立時期は一般に上日の事件より後と考えられており、ある説では、決別とフィレモンへの手紙の間にパウロとマルコが和解したと考える。また、パウロの書簡かどうか説が分かれている。コロサイ人への手紙ではバルナバのいとこマルコがパウロの協力者として挙げられている。 またマルコは、伝承によれば、アレクサンドリアの教会の創建者であり、聖教会とコプト聖教会の両派で、初代アレクサンドリア宗主教とされている。また、最後の晩餐の会場の家主が、マルコの両親であるという説や、マルコによる、福音書14時51分にある裸で逃げた、青年というのがマルコであるという説もある。詳細は、マルコによる、福音書を、 参照協会の古い伝承はマルコがペトロの通訳であり、ペトロから聞いたことをまとめて、福音書を記したとしていた。伝承は、ペトロの手紙1及び、テモテへの手紙になどを根拠に、晩年のペトロ及び、パウロとマルコが一緒にいたと伝えている。この福音書が誰によって書かれたものであれ、古代からマルコによる福音書は、マタイによる、 福音書のようやく版とされるなど4福音書の中で最も軽んじられてきた。これが激変するのは19世紀前半で、カール・ラハマン、クリスティアン・バイセとクリスティアン・ビルケ、ハイン・リヒ・ホルツマン等の研究で、マルコによる福音書が最古の福音書であることが明らかになった。エルサレム神殿崩壊の明確な言及がないことから、一般に成立年代は70年より、 前の60年代と考えられているが、それよりさらに早い時期のものとする説もある。ベネツィアのサンマルコ広場のライオン、福音記者マルコを象徴する。ベネツィア共和国国旗マルコは、聖教会では70門徒の一人とされ、首都、福音者と称せられる。また初代アレクサンドリア総主教に数えられる。マルコ及び、マルコの福音書は、しばしばライオンのシンボルで表される。これは、 エゼキエル書に登場する4つの生き物に由来し、それぞれ4人の福音記者と福音書に当てはめられている。828年、ベネツィア商人はアレクサンドリアにあったマルコの聖遺物をベネツィア共和国に運んだ。そして聖マルコはベネツィアの守護聖人となった。ベネツィアの国旗は聖マルコを指す聖書を持った有力の金のライオンであり、ベネツィアの大聖堂はサンマルコ大聖堂と名付けられている。 その前のサンマルコ広場をはじめとして、ベネツィア共和国の勢力の及んだ各地には、今も有力のライオン像が残っている。ありがとうございます。